お客様への77期生お披露目ももうすぐよ。ステージではなく芸能望遠鏡の星での握手会になるわ。握手会でお披露目？そう、 AKB0048 にとって握手会はとても重要な場所。お客さんたちと直に触れ合えて生の意見を聞ける最高の機会なの。そうそう、高見野さん、ゆきりんさん、さやか、おはようございます。おはよう。うちらはさ、会いに行くアイドル、そんでもって触れ合えるアイドル。握手会での対応はこれからの人気に大きく関わってくるんですよ。このチャンスをものにするにはまず心を込めた力強い握手で、バッチリ目を見て笑顔。ファンの皆さん一人一人を認知することも重要です。認知？名前や顔、話した内容などを覚えることです。すごい。あとは私服。握手会だけだからね。うちらが私服でそれぞれの魅力をアピールできるのは、ファンの方に好かれるのもがっかりされるのもここがポイントですね。服がそんなに重要だったなんて。どうしようどうしよう、私ちゃんとした服、学校の制服しか持ってない。貸してあげようか。私のもよかったら。本当ですか？やめとき。高見菜とゆきりんと来たらダサ私服のツインタワーだよ。え、何を。本当だ、私服か。レッスンは午後からだし。うん。